カリブ・スターンズはカナダの男性総合格闘家。ブリティッシュ・コロンビア州、サレー出身。イージス・アスレチックス所属。カリブ・スターネスとも表記される。1994年、カリフォルニア州にあるグレーシー・柔術アカデミーに入門。ヒクソン・グレーシーに柔術を学ぶ。1998年8月2日、プロデビュー。2006年、リアリティ番組。 ザ・アルティメット・ファイター・シーズン3に、ケンシャムロック率いるチームシャムロックのミドル級選手として参加。ミドル級トーナメントでは2回戦で、ケンドールグローブに敗れるが、同シーズンのフィナーレでは、ダニー・アバディに一本勝ちし、UFC 白星デビューを果たした。2006年10月14日、UFC64 で、オカミ・ユーシンと対戦。サガールに、TKO で敗れ、プロ総合格闘技で、 初の敗北を期した。2007年5月26日、UFC71 でクリスリーベンと対戦し、判定勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。10月20日、UFC77 でアラン・ベルチャーと対戦し、カットによる TKO 負け。2008年4月19日、UFC83 でネイサン・クオーリーと対戦。ほぼすべてのラウンドでクオーリーから逃げる。 消極的な試合を行ったため、ジャッジの一人からは30から24というスコアを付けられた。また、大会2日後に UFC から契約解除の通告を受けた。ありがとうございます。